はい、こんにちは、116インズです。前回登板ワンアウトも取れずに降板となった大谷翔平選手が今日アストロズ戦に先発登板しました。で、前回登板は初回から制球が乱れノックアウトとなってしまった大谷選手ですが、今日は初回は8球でアストロズの上位打線スプリンガー、アルトゥーベ、そしてブレグマンを抑えまして上々のスタートを切りましたよね。球速も前回登板は最速でも94マイル程度だったものが今日は最速で97マイルと前回よりもスピードも出ていましたし、ようやく調子が上がってきたかなと思っていたところ、2回に突然制球が乱れこの回5四球を与え、結局この試合もノックアウトという結果になってしまいましたね。まあ、制球が定まらないのはまだまだフォームが固まっていないことですとか、あとは実戦復帰してからも日も浅いですし、まあ、仕方ない部分もあるのかなと思いましたが、ただ最後のバッターに対して速球が89マイル程度しか出ていなかった点は個人的にはちょっと不安に覚えるような内容でしたね。どこか恐る恐る投げているような印象も受けましたし、またもしかしたらどこかまた怪我をしてしまったんじゃないかと思っていたところ、試合後大谷選手は右腕の違和感を訴え MRI 検査を受けることになりまして、現在その結果を待っているという状況ですね。ということで悪い予感が当たってしまったという形にはなってしまいましたが、まあ、今季はリーグ全体として調整期間が非常に短かったこともあり、選手の怪我というところは非常に懸念されていたところですが、まあ、一番起きてほしくないことが現実となってしまいましたね。大谷選手が最後にこの試合対戦したスプリンガーの打席ではもうほとんど球速が出ていないような状態でしたね。スプリンガーに対してフォーシームを3球投げているんですが、いずれも89マイル台、大谷選手としてはありえないぐらい球速が出ていない状態でしたし、またスプリンガーの前のバッターであるダスティン・ガーネアの時はフォーシーム95マイル出ていましたので、たった1打席で6マイルも球速が落ちてしまったわけですよね。もちろんこのイニング40球以上大谷選手投じたわけですから、それに伴う疲労という部分も少なからずあるとは思いますが、ただたった1打席でこれだけの球速が落ちるのはやはり大谷選手の体に何か異変が起きたとしか思えませんし、実際に右腕違和感というピッチャーからあまり聞きたくない症状が出てしまったので、 MRI 検査の結果怪我が軽いことを祈ってはいますが、ただ状態の方はあまり良くないんじゃないのかなと思ってしまいますね。そして今回のような急激な球速の低下は2年前の9月のアストロズ戦の登板を思い出してしまいますよね。大谷選手このシーズンの途中に右肘靭帯を損傷したんですが、手術は回避して PRP 療法で投手としての早期復帰を目指して、その結果9月に復帰することができたんですね。で、この試合序盤は最速 99.3 マイルを記録して投手大谷完全復活かと誰もが思ったところ、突然球速が低下して降板直前のアルトゥーベとの打席では球速が 91.6 マイルまで低下してしまい、結局この試合3回を投げ切ることができず降板することとなってしまいました。そして試合後靭帯に新たな損傷が見つかり、結局トミー・ジョン手術を受けることになった大谷選手は昨シーズン投手としては全休することとなってしまったのは皆さんご存知の通りかと思います。まあ、全く同じ状況とまでは言いませんが、今回も今日の最速97マイルから最後には89マイルまで落ちていることを考えますと、まあ大体同じぐらいの8マイルの球速低下になりますので、ちょっとあまりいいサインではないのかなと思ってしまいますね。やはりピッチャーの急激な球速低下というのは一般的にはあまりいいサインではないですよね。例を挙げますと2016年ヤンキース時代のネイサン・ヨバルディの話をしたいと思うんですが、この年ヨバルディはシーズンで平均97マイルを記録していまして、8月4日の登板でも7イニングを投げて平均でだいたい96マイルぐらいは球速が出ていました。しかしその次の登板、8月10日の登板では平均で 93.8 マイルしかイオバルディ球速を出すことができず、この試合1回で降板。その後イオバルディはトミージョン手術を受けることとなってしまい、翌2017年シーズンを全休することとなりました。球速が全てとまでは言いませんが、18年9月の大谷選手の登板やこの16年のイオバルディの例なども考えると、やはり球速は投手の健康のバロメーターの一つでもあると思いますし、また突然スピードが出なくなるということはやはり球速を出せないだけの理由がどこかにあると思いますので、どうしても悪い方向に考えてしまいますね。そして今日の登板でもしかしたら大谷選手今季最終登板となった可能性もありますよね。仮に怪我が深刻でなくとも、まあ、深刻でないことを祈っていますけれども、エンジェルスとしては大谷選手を無理させない可能性が高いと思いますし、
また今季2試合で1回3分の2を投げて8四球と明らかに実戦で投げる状態にない大谷選手を9月末までしかないこの短いシーズンで果たしてもう一度マウンドに上げるかと言われるとかなり微妙なんじゃないのかなと思いますね。また大谷選手はピッチャーであると同時にチームのクリーンアップを任される主力打者なわけですから、投手としての復帰を目指すあまり大谷選手を長期離脱させるという判断はプレーオフを目指すチームとしても避けたいと思っていることでしょうから、それであれば今季投手として戦力になるかどうかわからない大谷選手を再び登板させる可能性というのは低いんじゃないのかなと個人的には思います。そして今回の件で大谷選手が二刀流を続けるべきかどうかという議論が再燃しそうですね。今日の登板で右腕違和感を訴えた結果、投手としての復帰のめどは完全に白紙になってしまった大谷選手ですけれども、チームとしても投球時の怪我が野手としての大谷選手を失うことにつながるリスクを考えた時に、果たして二刀流という選択肢をこのまま取り続けるべきかというところは真剣に考えるんじゃないのかなと思います。また大谷選手も今年で26歳、選手としてのエイジングカーブもそろそろ頂点に達する年齢なわけですが、二刀流の体への負担なども考えるとどちらかに絞った方がいいという議論は今回の件で一層強くなるのではないのかなと思いますね。大谷選手の二刀流に関してはこれまで多くの議論がなされてきたところですし、また様々な意見を皆さん持っていると思うんですけれども、皆さんはどう考えているかぜひですねコメント欄に残していただけると幸いです。個人的には大谷選手ほど投手そして打者として高いレベルで両立できている選手は現状野球界見渡してもいませんし、できれば二刀流を続けてほしいなとは思ってはいるんですが、ただ怪我のリスクなども考えるといずれ現実的な選択も取らなければいけないのかなと思ってしまう部分もありますね。まあ、何はともあれまずは大谷選手の今回の怪我が軽いことを祈っていますが、今回の一件で大谷選手の二刀流への影響というところが非常に懸念されるところですね。ということで今回の動画は以上としたいと思います。また今後もですね、MLB に関する話題を皆様にご提供できればと思いますので、よければチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。それではご視聴ありがとうございました。